つもお世話になっております、ポンコツキャンパー系です。と本日、車中泊のできるスポット紹介ということで、長谷倉メモリアルパーク、宮城県大里町にある、長谷倉常長に関するメモリアルパークなんですかねの駐車場、トイレと駐車が24時間可能かどうか、確認しに行きたいと思います。あと近くに日帰り温泉施設もあるので、お風呂に入っていきたいと思います。今回行く長谷倉メモリアルパークなんですけれども、長谷倉常長っていう昔の人がいるんですね。まあ会ったことはないんですけど、まあこの人何したかっていうと、慶長18年、1613年に、伊達政宗からちょっと船でメキシコ経由でローマに行ってきてと、でローマ法王に会ってきてくれって言われて、オッケーって言って、なんだかんだ太平洋と大西洋を横断しきっちゃったマインドの高いファンキーな人なんですね。ちなみにローマ法王に謁見したのはこの人が日本人初らしいです。でその人の墓も実際どこが本命なのかは多分これわかんないんですかね。宮城県内だけで3箇所あるらしいんですね。仙台市の北山にある光明寺説、生まれ故郷と言われる川崎の長谷倉地区の円福寺、今日行きます大里の3つの説があるらしいんで、まあ、3つのうちどれかにはまあ骨が入ってんじゃないのかなみたいな感じなんですかね。で、今日入ります、日帰り温泉夢見の国、こちらなんですけれども、同じく、今日行くメモリアルパークから車で1分2分もかからないぐらいの、すごい近場にある温泉なんですが、内湯が1つ、外湯が4段ぐらいになってる、階段状になってるお風呂なんですね。外湯、まあ、露天風呂がめちゃくちゃ広くて面白い形をしているので、おすすめできます。お子さんとかもかなり多分楽しめるんじゃないかなと思います。上から源泉の湯、夢見の湯、打たせの湯、白磁の湯、トルマリンの湯っていう形で、トルマリンの湯っていう一番最後に言ったのが内湯になるので、外湯で言うと4段ですね、あるお風呂になってます。その一段一段もかなり広いので、かなりの人数が入れると思いますね。で中ではゴロ寝スペースというかくつろぐスペースもあるので、車中泊でちょっと窮屈になっちゃったなとか、そういう疲れも、癒せるのかなと。で営業時間が、午前10時から、午後9時まで、入浴受付は8時半が最終という形になってます。で定休日が第3木曜日ですね。で料金としては、大人600円、子供400円になってます。同じくここの施設で地ビールとかも作ってるみたいなので、ぜひ今日の夜泊まるよ、行ってみようかななんていう時はここで、ビールとかお酒買ってもいいのかなと思いますね。私はここのお風呂かなり好きです。おすすめです。ではまた次の動画で、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。